FEC 状態図顕微鏡での拡大写真上がガンマ鉄、下がアルファ鉄フェライトは純鉄において摂氏911度以下の温度領域にある鉄の姿である。この領域において鉄は耐震立方合子構造をとる。アルファ FE、アルファ鉄とも言う。名称はラテン語で鉄を意味するフェラムに由来する。純鉄は温度によりアルファ鉄、ガンマ鉄。 デルタ鉄の三つの形態に変態し、常温下における、純鉄は通常フェライトになっている。また、フェライトは、常温の鉄炭素合気においても存在する。フェライトは炭素をごく微量が有でき、摂氏727度で、最大要改良0.0218%までの炭素を雇用できる。このことから、工業的には、 含有炭素量0.0218%以下の鉄鋼を鉄、それ以上の炭素量かつ炭素量約2.0%以下の鉄鋼を炭素鋼あるいは鋼と呼び、それ以上は鋼とは言わず中鉄と分類される。鋼において雇用限界を超えた炭素は鉄と化学反応してセメンタイトになるかあるいはそのまま黒鉛となるが、 通常の熱処理時などほとんどの場合はセメンタイトになる。フェライトは、摂氏912度を超えると、結晶構造が、面振立方合子構造に変化し、オーステナイトに変化する。この温度を A3 点という。また、フェライトは、強磁性体であるが、摂氏770度を超えると、常磁性体に変化する。この温度を A2 点という。1886年。 フランスの科学者のお相撲は、個体の純鉄が加熱、冷却過程で、アルファ鉄、ベータ鉄、ガンマ鉄と温度によって構造が変化することを発見した。当時の物質界は、単一の個体が温度変化のみで性質を変化させることに、大使会議的であったが、技術の進歩に伴いこの変態が一般に起こりうる物理現象であることが解明されたことにより、 広く受け入れられていった。その後、ベータ鉄変態は、次世変態であることが立証され、アルファ鉄に含まれることになったが、オスモンが発見したこれらの層は、現在に至るまでの鉄の研究の基礎となった。ありがとうございます。